はい、どうもリッチです。さあ今回はクラウデットブルードットというゲームをプレイしていきます。さあこのゲームね、村から大都市へと発展させていく街づくりゲームで、なんとね、うまく街を発展させると人口が1万人にまでいくっていう、かなり大規模なね都市が作れるゲームみたいです。さあ1万人目指してねやっていこうと思うんですが、まず難易度、平和、波、過酷とあってどう変わるか分かんないか。まあ波で行ってみて、まあ大都市といえばね東京ですよ。東京を作りましょう。さあ今ロード画面で出たあのね、ドラえもんのコピーロボットみたいなあれが1万体いくわけですよね。さあまずはカメラ操作、ズームアウトやズームイン、あとは WSD に移動ができるよと、ここですね。次は市役所を建設しようと、右下のこの黄色いボタンを使って都市計画、建設計画が始まると。うん。で、市役所は石、鉄、粘土、森、肥沃なタイルの近くに作ることをお勧めする。まあ、資源があるかどうか。ここかここなんだろうな、じゃあ。ここだね。すごいね。いきなりありましたね。で、出てきました。コピーロボット。まあ、彼らがね、働くわけですよ。腕がないですね。そういう感じなんだ。でゲームスピードの変更もできるよと。こうですね。一応2で行こうかな、じゃあ。こう押すと進むんだね。まあ、作ろうとは言ってますが、押してすぐ作れってことですね。さあ、鉱山は鉱物の近くに建設しなければならない。鉱物によって異なる資源を得ることができて、まずは灰色の鉱物を確保してくださいと。うん。で、伐採所が、森の近くに置いて木を取ると。いうものですね。これ工場だね。これか。じゃあまず木からですが、あ、木がないわ。この辺に。ちょっと遠いですけどね。115%。これが効率なんだろうね。灰色はこれかな。20%、30%か。90%、20%、60%、20%。じゃあまずここですかね。でオレンジ色のやつは多分鉄か何かだと思うんで、それも取りたいし、これじゃあ金かな。さあ現在人口は20人と、ただ20人入ってないんで全員ではないんだね。で次農場先に作りましょう。101%、こうかな。さあ農場は肥沃なタイルですね、さっき置いた場所に置いて、もう多いほど効率が上がるよと。で季節によって効率が変わる。で食事は人々が家でや食堂で食事をする。両方ともない場合は倉庫で食べると。ただ倉庫ではスタミナ回復ボーナスがもらえない。で料理は作物を生で食べることもできるんですが、料理することによって幸福度を高めることができると。で幸福度がね重要みたいで、まあ、幸福度が高ければ高いほど1万人に近づいていくわけですね。まあ今は灰色がないのかな。あれ黒か。どれが灰色なんだろう。ネズミ色みたいなやつかな。同じような色が3つあるんですけど、多分灰色っぽいの真ん中ですよね。まあ、どれを取れっていうのは多分指定できないんで、まあ、複数行ってっぽいの取るか。さあこれが市民とかの情報パネル。健康は飢えや病気で減少し、ゼロになると死亡するという、まあ重要なパラメーターだね。まあ、飢えが大きいかな。栄養は続けて減少して、食べ物を摂取して回復する。まあ空腹度ですね。連動があるんだね。高いほど資源を生産すると。だから彼ら個人にはそういう、これか、連動が個別にあるんだと。でまずパンがあるみたいですが、これを食い尽くす前にパンのとこまで行かないといけないか。で雇用の増減をしようと。で市民は家がある場合近い職場に入り、ない場合はどんな職場でも入ると。
職業があるが家のない住民は職場に一番近い家に入る。あ、家を作った場合だね。農業入れるか。こうじゃない？で、増やすと。40までなんだ。へえ。で、家作るか。2軒くらい作りましょう。こっちか、この明るい色なんだね。上の方だね。木の1個下のやつを多分使うっぽいんで、それが必要なんだろうね。で、次、幸福度管理。幸福度。幸福度によって都市の成長速度が変わると。0から24%では人口減少。現在の日本ですかね。じゃあこの辺が。25から49で人口停滞。50から74で人口増加。まあ、高度経済成長期ですよ、ここじゃあね。で、75を超えると人口爆発。めっちゃ増えるんだろうね。目標50、74くらいかな。あんまり増えすぎても。で、増加要因は料理研究サービス。で、減少要因は家なし、無職、多くの人口、悲劇的な死と、餓死とか。以外あるのかな？知らないですけど。で、人口が増えることによっても、減少要因だね、働くよと。めちゃくちゃ高い今、人口爆発か。人口増加率 400%。平均年齢 1.8 と。1.8 か。寿命が分かんないですけどね。1.8 年。若いんだろうな、きっと。400% って何？年率換算で 400% 増えるのかな。めちゃくちゃ出生率高いですけど。だ、こっから増えるわけか。じゃあ、食料じゃないかな。できないですね。工場を作ってくださいと。まあ、先に見よう。物品を組み合わせて新しいものを生産する。制限もかけることができるよと。500くらいがいいのかな。じゃあ500ってなってるんでね、まあ、この一番左にある加工前のものを使って、ここだね。加工されたものを作ると。インゴットだったり、いろんなツールっぽいのも作るよと。まず加工からだね。畑追加するために使うやつがこの点々点々のやつか。建築資材か何かかな。60人で働いてるのが40人か。20人子供なんだね。子供は 0.6、0.5 など。結構いいな。何歳で大人か。大人見大人。3.83。1.91。1がじゃあ大人かな。上田さんね。岡本さん。竹内さん。めちゃくちゃ、ゴリゴリの名前なんだけど。すごいな。藤井さんね。まだ増えてるね。職業買ってみれるんだ。さあ、このゲームね。アーリーアクセスなんですけど、めちゃくちゃ細かくできてますね。何が増えるんだろう、こっから。これさっき見たやつか。交易、あ、これはアップデートなんだね。生産どんな感じで増えてるか見れるよと。さあ、小さな村になりました。研究が可能になったよと。で、倉庫を作ろうってあるんですけど、ちょっと待ってね。ゼロは無限なんだね。500にしとこう。でもいらないんじゃね。これを500で設定しようかな。で、倉庫は作ったものを保管する場所で、うん、保存しなければならないと。強めの苦笑だね。早く作るか。研究がいるんだ。じゃあ研究してくださいと。図書館や工学研究所などでは研究に必要な資源を生産するよと。これを貯めてからかな。倉庫はこれですね。いや、ここの研究ポイントを作ってからか。で、家が1軒20人なんで、ちょっと100人いますからね。2つ追加してもう1個作っとくか。足りないですね。
いやー、家ある方が幸福度上がるのかな、もしかして。上がってる上がってる、やばいやばいやばい、また人が増えるぞ。収まってきたんですが、人口増加率なんて 50% あればいいでしょう。だって今平均寿命的にさ絶対死なないんで、ね、これからなんなら増えていくから。工場増やそう。資材、建築資材を作る。あ、これ絶対いりますよ。ちなみに道を作るには砂かな。あー、これか。じゃあ2つ取っとこうかな。じゃあ砂とこれなんだろう、粘土みたいな感じですかね。これらがあって、こう粘土みたいなやつを使って建築材を作ろうと。レンガですかね。じゃあ線にします。これこの黒いやつ使えるね。いや、これもっといるか。もう白っぽいやつの方がいるんで、ここに対して鉱山を作って。食料屋めっちゃパン減ってるな。すごい減る、すごい減る、すごい、どんどん減るよ。やばいやばいやばい。風車はいけるな。風車作ろう先に。建設サービス、もうサービス、サービスの建物は幸福度だけでなく健康、連動、住宅効率を向上させると。ただし家は同じ種類の建物から追加効果得られないんで、まあ重複してこのサービス系は置けないよと。で、資源を使うみたいですね。だ、保護、まあ研究がいるわけなんで、で研究は建築資材と紙がいると。紙はこれはね、製紙工場作るか作ろう。まだないか。よし、来た来た来た。で、工場はとか、先にいるのか。研究して工場行ってと。これ尽きないかな絶対尽きるでしょ。人口250人、村ちょ、止めて止めて、もういいもういい、人いらない。 140% 家作るのやめるか家消すかですよね。家2軒消して幸福度下げよう。減少した方がマシです。今なら抑えようか。家って言われてないもんね。てか終わったんだけど家の説明なかったよね。好きにやれよと、そういうことですか。さあ、紙は木を使うんで、まあ線にしときますかね。こういうのは線でいって、で研究ですか。木がいる、使いすぎたでしょ絶対。紙に500もいらないんじゃないかな。木がないか。まあそもそも木をね取ってくるやつが少ないんで、それも影響してると思うんですが、まあ近くに置こうかな。じゃあ、やばいやばい、負けてる負けてる。ちょっと増やすな、誰も。そう、減らせ減らせ、今減らそう。280人がお似合いですよ、うちは。ちょっと減ってるね。死んではないんで出ていってんのかな。そう、だいぶすごいね希望がで、こんなダイレクトに表現される1万人ってどうなんだろうね。まあ、例えばね、街づくりゲームで、まあ、シムシーとか、ああいう感じのやつは、まあ、そう見えないわけですよ。もう前面に出る中で1万人が表記されるんですかね。とんでもない規模ですけど。ウォーリーを探せみたいになるんじゃない？もういけるかな？いや、ないね。1000いらないわ。300だね。1000超えてますけどね、優に。なおかつ畑作って、よし、減ってる減ってる減ってる、減りすぎか。ちょっと調整しながら家作ろう。めちゃくちゃ木いるな。もうちょっと作ろうかな。
雪に関してはね、あ、ここいいじゃん。ちょっと離れればいけるんだ。で、倉庫は研究者としてもすぐできないので、ちょっと進めていきましょう。うわ、増えてる。めっちゃ増えてる。あ、でもこれから子供成長するもんな。で、それがまた世帯作るんでしょ。子供たちっていうね、人がいるんですよ、これ。子供がいる場合、多分家庭を持ってるっていう人たちもいるわけですよね。一家庭最大3人かな。ならそんな増えないか。全員3人なら出生率は3くらいになると。で、労働力余ってるので、もう来たんじゃないですか。来ましたね、図書館。いや、すごい規模で増えますね。あ、でも減ってる減ってる。急に100人減った。まあ、家60人までなんで。いや、でも減ってるんだよな、食料が。ちょっと鉱山減らして、小麦粉はあるね。いや、小麦粉食ってないかこいつら。でも減ってましたけど。パン作ろう。パン、家の中にパンです。これも上限決めとくか。300でいいんじゃないかな。さあ、ちょっと進めてって感じかな。まあ、すぐはできないと思うんでね。入るかな ?5 人。農業だけ入れないとね、なんとしても。こうかな。紙5にして、工場10ですかね。建築資材は700か。結構使うからね、あった方がいいだろうと思うんですが、まあ、今はね、畑ですよ。ずっと困ってます。倉庫ないと3000までなんで、このなんか下のやつがいっぱいっぽいですね。これは置けないから、じゃあ解禁しよう。1500にしようか。これ研究いけるんじゃないかな。あ、進んでないね。未だ入ってない。いや、入ってますね。ちょっと進めて、紙は1031枚あるわけで使ってますね。よし、もう来たんじゃないか。今進んでるね。これだ、これ、これ見れるんで、これが36になったらいいだろうと。食料ギリギリじゃないか。ずっと倉庫で、いや、変わるかな。なんかないかな。食料は一番左で教育待ち、1個上のカテゴリーと教育がいるんだと。あ、そこそこ入っちゃうんだね。さあ、倉庫の置き場としては、そうだね、真ん中なのかな。置けないんですけど、どこにも。あれ、置ける？こんな方なんだ。あ、これが倉庫なのかな、多分。じゃないかな。最初のやつが倉庫的な役割も果たしてるんじゃないですか。ここの外に作れるからね。畑の方に置きますか。だ、こっちにちょっと集まるわけですね。やばいやばいやばい、めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる。なんとかなるだろうか。ほとんどの人口がそっちに向かってますが、パンもちょっとはできてるんですけどね。これ採取効率上げることができるよと。ちょっとその辺でごまかせないかな。ギリギリです。幸福上げないで。ちょっと平均が2、増加率が 45% と。1歳で成人として、まあ、労働力人口だと16歳かなと仮定して、
で2歳でしょ今平均が。1歳で成人なら多分10歳くらいで死ぬと思うんで、餓死してよ今一人その死はまずいんじゃないかな。悲劇的な死も起きています。さあ今回ね、まあ、ちょっと従って進めてみたんですが、食料が、あーでもパンができてるっちゃできてるんですけど、食べれてない子もいるみたいで、ちょっと400人多いですね。人口1万人いけるゲームみたいですけど、ちょっとこのね繁栄力ではまだまだ無理と。断定して生み出せる家畜とかその辺ももっと増やさないと無理か。増加率を抑えれればいいわけですよね。住宅は増やすとね、もっと人が増えちゃうんで、そこの調整がいるわけですか。ゲームとしては面白いんですがね、このめっちゃ増えて、で生産できて、クオリティもね、高いわけですが、増えすぎたね。ちょっとここにしますか、1回目は。まだ立て直せるのかなとは思うんですが、方法としてはだってさ、この研究とかで、あ、まだ上げれるか。効率を上げると。でもここで止まっちゃうね。新世界。これが灰色になってるところが成功なんで、工場のやつ行って幸福度アップ。あ、上げちゃダメなんじゃないのかな。上げたら増えるんでしょ。あえて人を増やさないために幸福度下げるっていうディストピア的なね、概念が、この世界ではもしかしたらいるのかもしれません。今回こうねしましょう。